ちょいちょい、ちょっと待ってくれよ。この通り、俺は丸腰だ。貴様ら何者だ。怪しいものですが、敵ではありませんよ。答えろ。だから、俺はあんたらの敵じゃねえって。面白くなってきましたね。来上がりましたね。と我々を敵にして生き延びられると思うな。俺が殺したマフィアとかもさ、大抵死ぬ前にそんなこと言ってたよ。残念でした。平気平気、ヒートハーマンよりは全然弱いから。ジャック・ジョンソンやジャック・デンプシーみてえなパンチ力もテクニックもねえ。お前、ボクサーの名前わかる？わかるよな。アメリカ国民なら知ってて当然だ。知らねえとか言ったら許さねえ。絶対に許しやしねえ。まあ、知ってても許しゃ死ねえのだっけ。どんなあれ、まだ意識あんだ。やっぱ俺パンチ力ねえんだな。あ、どうしてくれんだよ。おい、貴様のような暗愚の輩に憑依しの道を塞ぐことができるものか。俺はヒューイだのお前らの正体だのには関心ねえ。確かなのはお前らが全員敵だってこと。お前らがわんさか武器を持ってるってことだ。そして何よりお前らこう思ってるはずだ。この列車でこれだけすごい武器を持ってる俺たちに逆らうやつなんていない。俺たちは最強だ。俺たちは安全だってな。楽しいだろうな。楽しいだろうな。そんな奴らを殺すのは、蝶を引きずり出すのは、ソーセージの中身みてえにぐちゃぐちゃにすりつぶしてやるなよ。ハッドよ、俺は一体どうなってんだ。マシンガンみてえな音がしたから来てみりゃよ。説明しろよ、ラッドよ。